岐阜市立ながら小学校は、岐阜県岐阜市にある公立小学校、旧今場郡ながら村の小学校である。グラウンドに設置された仮校舎西五町一丁目、白前町一丁目、ながら青井町一点二丁目、ながら小峰町、ながら有明町一から三丁目、ながら王子一点二丁目、ながら大前町一点二丁目、ながら海洋町一点二丁目、 長良銀壁町、長良ら公文町、長良ら公前町一から四丁目、長良雪か町一点二丁目、長良小松町一点二丁目、長良桜井町一から三丁目、長良白田江町一点二丁目、長良城西町一点二丁目、長良新生町一点二丁目、長良杉野町一から四丁目、長良千戸町一点二丁目、長良東郷町一から三丁目、 ながら南陽町1から3丁目。ながら東町1.2丁目。ながら福江町1.2丁目。ながら宝久寺町。ながら宮口町1から3丁目。ながら宮寺町1.2丁目。ながら森町1.2丁目。ながら有楽町。ながら若葉町1.2丁目。ながら五丁目。ながら長寮遊禅。ながら奥里。ながら西の前。ながら小生和。ながら福光あざ。南井町。 ながら福密全校生徒330人2021年6月、現在使ってる、教科書、三村図書2021年6月現在教員数25人2021年6月現在、教育委員会の遠隔、岐阜市立小中学校及び高等学校、通学区域に関する規則、岐阜市教育委員会、2021年8月27日閲覧、 長良小学校の全校生徒、学校務、2021年8月11日へ閲覧、1875年に上福光村と合併し、長良村、長良川堤防上に設置、森国行寺に隣接して設置、長良天神神社に隣接して設置、廃止時期不明、ありがとうございます。